おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人法則局スタッフ T です。いつも文化人法則をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人ニュースをお届けします。まずはこちらからです。逮捕でピースサイン、衆院東京十五区補選で他の候補者の演説している近くで電話ボックスの上に登って拡声器を使用し、大音量で他の候補者の演説を妨害した公職選挙法違反の疑いで翼の党、黒川容疑者、根本容疑者、 杉田容疑者を逮捕。警視庁は特別捜査本部を設置し、捜査を続けるということなんですね。このようにピースされてらっしゃいますね。 こちら、カルタさんです。東京15区補選の選挙妨害で、経営市庁が翼の党黒川代表、根モと幹事長ら3人を逮捕。行為の卑劣さと民主主義破壊の罪の大きさを考えれば、なぜ選挙中に摘発できなかったのかと腹立たしい。だが、余罪も追及して実刑を、さあ、野次連行を表現の自由とした皆様は出番ですよ、というふうに言われていますね。そして、こちら、日本放送の小坂さんの ポストを引用されて翼の党の3人逮捕を受け小坂氏が選挙期間中一貫して危険な妨害活動を続けてきた言論テロリストが今まで野放しであった異常性警察は数々の違法行為を上を加えて見ているだけまさに民主民本主義の破壊を雑誌しているだけでした警察の威信は地に落ちましたと怒りが収まらない当然だろうというふうに言われていまして、ね、当事者の方たちがこのように声を上げていらっしゃいますね そして、カルタさんです。左翼活動家は、左右活動家はなぜ訴訟をよく起こすのか。答えは勝つから。司法の左傾化が問題になって久しいが、アベアメロのヤジレンコで有権者の演説を聞く権利を妨害して、民主主義の根幹を揺るがす活動家と、その表現の自由を認める裁判官。認可にあたって思想的変更のない裁判官を採用するシステム構築が急務ということで、確かに、そこが、ちゃんとしたシステムがなければ、 もうずっと左寄りの判決ばっかり出されてしまいますよね。そしてこちら、カルタさんです。公職選挙法の自由妨害の疑いで家宅捜査の,この翼の党、黒川代表は、家計学園をめぐる問題を追及し、かつて民進党の会合で講師になったこともあった。矢次連合を表現の自由として擁護する立憲など野党は、今さら、今頃、今頃、ご都合主義で翼の党を非難することなど、許されない、持論は貫けというふうに言われていますね。家計学園の系で、 県でで民進党の会合で行使になったこともあったんです,、ね、マんですがマジでえぐい民進党が家計学園問題で重宝してきた人が今回の補選で妨害を受けたと文句を言ってるのまさにカオスというふうに言われています。で こちらです。MI2 さんですけども、翼の党代表ら逮捕、玉川徹さん。よく主張の中に2019年の北海道で安倍元総理にヤジを飛ばした男女を警察が排除した。これと一緒じゃないかという人がいるんですけど、根本的、本質的に全く違います。有権者がそれは違うと意思表示を表現の自由のもとに行ったというふうに玉川さんおっしゃっているようですね。 で、ザクザクさんでもこのように言われています。翼の党、言論の自由のレベルを超えている。維新、音北政調会長に聞く。補選で根本氏と一対一で討論。公職選挙法違反への、公職、あ、選法改正への決意というふうな記事も出ておりました。はい。音北政調会長に今回の件について、えー、聞かれたということなんですね。皆さんが想像する20倍ぐらいひどいというふうに言われていますね。5年以下に聞く。 厳罰化というふうなこともここでは書かれていますね。はい。都知事選に間に合うというふうに言われていますが、施行期間は交付の日から起参して20日を経過した日からとした。彼らは7月の都知事選もやると宣言している。今国会中に法改正をしないと同じことが繰り返される。6月頭の成立を目指したい。そうすれば6月下旬に解散があっても都知事選にも間に合うとおときだし、というふうに言われていますね。 改正案のことについてこのようにご意見されているということで本当に一刻も早くしていただきたいですよねでこちら翼の党黒川容疑者が逮捕前日の取材に語る若者の声を代弁尾崎豊みたいなというふうな発言をされていたようですね産経新聞が取材した一問一答はこんな感じで紹介されているようですね、はい、ご興味の方是非ご覧ください アこを見ておきましょうか。活動は YouTube なので動画配信している目的は、世の中を良くするためだ。YouTube の売り上げも活動資金にはなっているが、足りてはいない。圧倒的に赤字。事業が成功し、その売り上げを使って活動資金にしている。活動資金はみんなで稼いでいる。事業を十7個くらいやっている。というふうに、ここでは書かれていますね。6月20日告示、7月7日、投開票の東京都知事選にも出馬する。出馬表明しているので、もちろん出る。根本も出る。容疑者です、ね。根本容疑者も出る。杉田、 容疑者も出たいと言っている。妨害や人を困らせるためにやっているわけではない。政治と社会がクソだからクソだって盛大に言っている。次の次の参議院選挙で国政制度になるために活動している。10億貯めて選挙で使うというふうな、そういう一問一答も言われていますね。で、根本さんの5月16日のポスト。 俺は令和のガンジーになる。捕まることは恐れない。ここまで権力者に喧嘩を売ったらどうなるか、もはや何もわからない。仮に刑務所の中に入ろうがやれることはいくらでもある。徹底的に非暴力、非服従を貫き、言論の力で日本をカルト宗教、アメリカ、シークによる植民地から解放をするとあ。喧嘩というふうに訂正されていらっしゃいますけども、こういう発言も昨日のうちにされていら,らっしゃったんですね。で、こちら加藤さんが紹介されていますが、まあガサリ、 ガサ入れたから警視庁も本気だなとは思ってガサ入れたか失礼しましたガサ入れたから警視庁も本気だなと思っていたが良かったやはりここで歯止めをかけないと真似するやつが必ず出てくる望むらくは公,職公選法を改正して違反の具体的事例を明示すること現場で現行を反逮捕することが望ましいというふうにご意見をなさっていらっしゃいますで藤原和恵さんのポストを引用されて加藤さんが紹介されていらっしゃいますが翼の党の 逮捕を受けた朝日毎日東京の社説に注目しましょう。彼らは安倍総理の秋葉原演説＆札幌演説の妨害者を堂々と正統化し、安倍総理を罵りました。この件で注目してきた彼らは明日アクロバチックなアクロバチックに自己正当化するか逆説するはずと藤原和恵氏。明日が楽しみですというふうに言われていまして、これ本当注目ですね。どんな発信をされるんでしょうか？サハシの方々はね。 で、こちら、アビルさんのポストを引用されていらっしゃいますが、カルタさんです。翼の党の3人逮捕を受け、アビルルイ氏は、この対応が当然のこととして、何年も前から取れて、取られていたら、安倍氏暗殺も、岸田氏暗殺未遂事件も起きなかったのではないかと、おっしゃる通り、警察の萎縮と使命放棄が日本にも,もたらしたとてもつもない損失、そしてそれを生んだものとは何か、私たち自身が考えるときというふうに言われていまして、本当にこういうことを早、早くやっていたら、 7、8事件も起きなかったんじゃないのかなと考えるとね、もう本当に残念になりませんね。で、こちら、都知事選の件になりますが、秋高田市長が都知事選出馬を正式表明という、今日の記事が出ております。離婚することを正式に表明されましたね。石丸氏は同市議会議員との厳しいやり取りなどが、動画投稿サイト YouTube の市公式チャンネルで公開され、大きな注目を集めていた。 市長在任中は SNS を積極的に活用して情報を発信しており、都知事選でも台風の面倒力が注目されるというふうに産経新聞は紹介していますね。で、こちら、ね、いろんなツイッター探偵団などでも紹介されていましたが、星素公さんですが、都知事選出馬の石丸氏、上野千鶴子先生は女性の地位向上のため、社会の発展のため尽力されてきたというふうにおっしゃっていたり、 また、こちら加藤さんが引用されていまっしちゃいますが、都知事選出馬表明の石丸氏は、上野千鶴子、橋本徹良氏を尊敬しているのだとか、この時点でアウトだろう、無駄なことしないで衆院広島行くからにしろというふうに言われていますね。衆院広島行くっていうのは、岸田総理のいらっしゃるところですけども、ね、上野千鶴子さん、橋本徹さんを尊敬しているということなんですね。いやこれは、すごい方が登場かなと思ったんですけども、 ああ、そういう考え方を持ってらっしゃるのか、ってとてもがっかりしましたね。で、こちら、話は少し変わります。政権交代期待4割超、自民政権継続は33.2%、時事世論調査という結果が出てきております。で、自民党は不先輩の悪癖直せ。 悪跡正せ,か正せ勝負を避け衆院参王選に立候補を擁立せず保守層には国民の審判を避け拘束と判断もという記事も出ておりますまた石橋氏に質問勉強会に議員の15人参加総裁選視野か次回は6月というふうなことが言われていたりまたカル田さんは有敢富士が保守層に人気が高い高市に全国で講演する機会が増えているサッでジャーナリストの数田流昌社との ダブル講演会は盛況で、昨年12月の福岡市では約1000人、4月の大阪市では約2000人、5月の高知市では約1000人を集めた。彼たちは日本を救える唯一の政治家と聴衆に訴えていると。ありがたい国政選、6連勝を成し遂げた保守現実層唯一の希望を自民議員はいつ理解するのか、というふうに言われていらっしゃいます本当にそうですね。 で一方、このような方の名前も挙がってまいりました。加藤氏、自民総裁選出馬に含み、求められればというふうに言われていますね。インターネット番組で9月の党総裁選への出馬に含みを持たせた。立候補への意欲を問われ、求められるものがあれば、しっかり応じていくのは基本だと述べた。 総務会長時代に高みを目指したいと言及した過去に触れ、その気持ちは変わっていないと強調した。同時に、常に何をするにしても首相だったらどう考えるかという思いを持ちながらこれまで取り組んできた自負があるとも述べたというふうに言われていらっしゃいますね。意外にも茂テ木派の方なんですよね。保守の考え方を持っていらっしゃるんですけども。で、長尾さんがこのように言われていらっしゃいます。総裁に選ばれるのは一人。他の総裁選を戦った候補者は必ず重要閣僚、 党主要役員に抜擢される。だから価値観を共有できる総裁候補に数多く出馬してほしい。3週間ほど前、加藤先生にそんな話をしたばかりでした。高市、青山両氏と権力闘争を展開し戦う自民党を見せてほしいというふうに言われていらっしゃいまして。で、川さんいつもこのお話をしてくださっていますけれども、一人でも多く保守的な考え方を持っていらっしゃる方に戦っていただいて、ね、いい意味での戦いをしていただいて、 自民党を良いいいいいい方向にに導いてたいただきたいなっていう,ふうに思いますよね皆さんはどう感じられますでしょうかぜひ皆様のご意見などコメントをいただけたらと思います。というわけで、ここから先はメンバーシップレベル1、レベル2の皆さん向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開で扱われくよう情報も扱いたいと思っております。続きは動画や欄からご視聴ください。イバッシ様、ここまでです。ありがとうございました。というわけで、本日もたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。それではまた。通信最後はやっぱり、ESK 動画で終わりたいと思います。本日は、こちら。 ワンコに復讐するために体を鍛え上げた猫たちのストーリーがかっこよすぎるということで見てみましょう。 とといいいうわけででちちちょっと早ししさせてたただきましためゃゃくちゃ面白いですよね <laughs> これ作った人めちゃくちゃ天才だなと思いますけどもね。はい、猫さんがやられまくってた猫さんが鍛え上げて復讐するというストーリー面白かったです。はい、私も鍛え上げますというわけで本日もありがとうございました。それではまた。